JavaScript を進化させたプログラミング言語 TypeScript。 TypeScript ってどんなことができるんだろう。 TypeScript を使うメリット、デメリットについて詳しく知りたいな。 JavaScript と TypeScript どちらを学べばいいんだろう。このような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。 TypeScript の特徴やメリット、デメリット、 JavaScript と TypeScript の違いなどについて詳しく見ていきましょう。この動画では TypeScript の将来性まで解説するので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。この動画が参考になったら、チャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。今回のテーマは TypeScript です。TypeScript は JavaScript を進化させたプログラミング言語のことです。今注目されている言語の一つで、人気が高まっています。この動画を見れば TypeScript の概要、TypeScript のメリット、デメリット、JavaScript と TypeScript はどちらを先に学ぶべきか、TypeScript の将来性を知ることができます。では早速、TypeScript の概要について解説します。TypeScript とは簡単に言うと、JavaScript を進化させた言語です。AngularJS や React などの人気のフレームワークでも推奨されており、注目を集めています。また2017年に JavaScript は Google 社の標準言語の一つにも採用されています。コンパイルすれば JavaScript に変換できるため、今まで JavaScript を使っていたアプリでも問題なく開発ができます。ちなみにコンパイルとは、プログラミング言語で書かれたコードをコンピューターが動かせる形に変換することです。つまり書き方が TypeScript に変わるだけで、今まで通り JavaScript を使うアプリ開発ができるのです。続いて TypeScript のメリット、デメリットについて解説します。 TypeScript のメリットは大きく分けて以下の3つです。 1. JavaScript より短く読みやすいコードが書ける。 2. JavaScript との互換性がある。 3. 型を宣言するのでエラーを未然に防げる。1つ目のメリットは JavaScript より短く読みやすいコードが書けることです。 TypeScript ではクラスが使えます。クラスとは処理のグループを分かりやすくし、使いやすくするための仕組みのこと。クラスを使えば無駄なコードを書くことが減り、コード量を抑えてプログラミングできます。クラスは少し分かりづらいので電子レンジに例えてみましょう。電子レンジにはレンジで温めるやオーブンで焼くなどの機能がありますよね。ただこれらの機能を使おうと思った時にクラスの概念がないと、どこにどんな処理があるのか分かりにくいです。今は赤字で書かれているので、パッと目につきやすいかもしれませんが、実際のプログラムは赤字で書かれていませんし、コードの量も多いので、どこに何が書いてあるのか分かりにくいです。一方、クラスがある場合は、こちらのように、どこにどんな処理が書いてあるのか分かりやすくなります。電子レンジのクラスから情報を探しているので、余計な処理がありません。そして、レンジ、オーブンなどのように、カテゴリ分けすることも可能です。クラスが使えることで開発するときだけでなく、リリースした後もメンテナンスしやすくなるので、TypeScript はおすすめです。2つ目のメリットは JavaScript との互換性があることです。先ほどお伝えした通り、TypeScript で書いたコードは JavaScript にコンパイルできます。そのため JavaScript を使って開発していたアプリでもスムーズに開発ができます。JavaScript をずっと使い続けていた人でも、TypeScript に乗り換えることが簡単なのは嬉しいですね。3つ目のメリットは、型を宣言するのでエラーを未然に防げることです。最大のメリットが、型の宣言を強制している点です。型って何？と思うかもしれませんが、簡単に言うと、どんなものを扱うか最初に決めるルールのことです。例えば、値を使い回すことが可能な変数というものがあります。変数には数値や文字列を入れて使い回すことが可能です。変数を作るときは変数 A や変数 B のように名前を付けます。しかし JavaScript では変数を作っただけではどんな値でも入ってしまう状態です。つまり文字列でも数値でも値が入る状態になっているのです。この状態で money、お金という変数を作ったとします。このとき1000円を値に入れてしまうと、数値ではなく文字列として値が入ってしまうのです。つまりこの金額を計算などに使うことができなくなってしまいます。このように間違えて入れてしまわないようにした仕組みがあるのが TypeScript です。 TypeScript では型を指定して変数を作ります。先ほどの例で言うと、数値が入る変数、
マネーを作るといった形で点数を作ります。もし仮に1000円のような文字列を入れてしまった場合は、そのタイミングでエラーが出ます。そのため間違いにも気づきやすく、プログラムを作った後にどこが原因か調べなくて済みます。まとめると、 1. JavaScript より短く読みやすいコードが書ける。 2. JavaScript との互換性がある。 3. 型を宣言するのでエラーを未然に防げる。の以上3つが TypeScript のメリットでした。一方、 TypeScript のデメリットは次の2つです。 1. 日本語の情報が少ない。 2. 構造が難しい言語なので学習コストが高い。1つ目のデメリットは日本語の情報が少ない点です。TypeScript は2012年に出てきた比較的新しい言語です。そのため日本語の情報が少なく、わからないことを調べても答えにたどり着けないこともあります。ただ人気フレームワークで利用が推奨されていることもあり、今後は情報が増えていくと思われます。実際プログラマーのための技術情報共有サービス Kita で調べてみると、約1万件の情報が出てきました。人気の言語なので、あまり心配しなくても良いかもしれませんね。2つ目のメリットは、構造が難しい言語なので学習コストが高いことです。 TypeScript は JavaScript と違い、型の宣言が強制的になるだけでなく、その他の便利機能もとても多いです。言い換えると、これらの使い方を覚えていかないと使いこなすのが難しい言語でもあります。そのため使いこなすまでにかかる学習コストは高くなるでしょう。また日本語の情報も少ないため、独学で学ぶのは難しいかもしれません。そのためプログラミングスクールやメンターサービス、メンタなどを活用し、質問できる環境を用意しておくと良いでしょう。以上2つが TypeScript のデメリットです。ここまで読んで、 JavaScript と TypeScript は互換性もあるし、どちらから学べばいいの？と思った方もいるのではないでしょうか。続いてこちらの疑問にお答えします。結論から言うと、どちらから始めても大丈夫です。理由は JavaScript と TypeScript に互換性があるからです。ただ JavaScript に慣れすぎると、 TypeScript を使うときに少し違和感を感じることがあります。理由は TypeScript に型の指定があるからです。そのため TypeScript を使うことが目的の場合は、最初から TypeScript を学ぶのがおすすめです。最後に TypeScript の将来性について解説します。まずは求人数を見てみましょう。求人サイト Indeed で東京の案件数を調べてみました。1000件以上も案件があるので、現状の案件数で困ることはないでしょう。また単価についても見てみましょう。求人検索エンジンスタンバイがまとめたプログラミング言語別年収ランキング2018がこちらです。これを見ると第5位と上位に来ています。また Google トレンドで見てみると、こちらのように人気も急上昇しています。以上3つの点から TypeScript は将来性も高いと言えるでしょう。いかがでしたか？今回の動画をまとめると、 TypeScript は JavaScript を進化させたプログラミング言語。 TypeScript のメリットは次の3つ。 1. JavaScript より短く読みやすいコードが書ける。 2. JavaScript との互換性がある。 3. 型を宣言するのでエラーを未然に防げる。 TypeScript のデメリットは次の2つ。 1. まだまだ日本語で読める情報が少ない。 2. 構造が難しい言語なので学習コストが高い。 TypeScript は案件数、年収、トレンドから見ても将来性が高い。こちらになります。今まで TypeScript の特徴やメリット、デメリットがわからなかったという方も、この動画を見ることで TypeScript の特徴やメリット、デメリット、将来性などがなんとなく理解していただけたと思います。今回の動画で取り上げた TypeScript については概要欄にある記事でも詳しく解説しています。動画と合わせてご覧いただくと、より一層理解が深まるのでおすすめです。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので、楽しみにしていてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。